クマの威力ってすごいよね。すごいわ。もうなんかみんな疲れてる。みんなどんときたの。さあそれでは行きましょう。最後のコーナーでございます。最後のコーナーはこちらでございます。それでは行きましょう。今週のラッキーパネル。はい。ねえみんな。心頑張っていい。心頑張らなくていい。あと言っちゃう、スタッフ。あてに来ちゃダメだ。はい。ダメダメ。ということで、今週のラッキーパネル、ラッキーパネルでございますけども、Ustream の方の画像の方に、ある、画像が、印象派の画家が描いたようなエフェクトがかかって見えづらくなってます。それがだんだんとそのエフェクトが外れてきて何なのかがなんとなく分かってきます。いち早くそれが何なのかを、チャットで描いた方に素敵なプレゼントが。プレゼントが行くわけですよ。プレゼントね。プレゼントが行くわけです。はい。というわけで、皆さんしっかりと画面の方を見ててくださいね。さあ、それでは、こちら、私の方は、じゃあ、この会場の方のログを見てますんで、はい、お二人で、ユースト見てます。ユーストの方のチャットの方を見てください。はい。さあ、それでは行きますよ。あ、ちょっと待って、俺、今日正解知らないな。正解なんだっけ。ほにゃほにゃほにゃです。はい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 、わかりました。それでは行きますよ。それでは、今週のラッキーパネル、スタートー。さあ。さあ、これ。あー、これ。綺麗だ。綺麗だね。綺麗。さあ、何か当ててくださいよ。ズバリマレーグマだ。マレーグマ、なんかクマで行きそうみんな。さあ、分かった人は書いてください。さあ、読んでくださいね、そっち頼みますよ。大量バター、大量バター、大量違う違う、うん。さあさあさあ、分かった方は書いてください。お手つき OK ですからね。さあ、書いてください。分かった方は書いてね。あー、これもう分かるんじゃね。ひな人形違います。お、でもね、テンポイント作法っぽいんですよ、うん、ねえ、それヒントになるんじゃないですか。うん、あ、うん、来ました。お、ほーんさんが早かった。七福神おめでとう。早い、おめでとうございます。さあ、というわけで、いち早く正解を出したのは、フォーンさんです。サイコさん、惜しかったですね。ということで、正解は七福神でございます。うん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。さあ、そんなフォーンさんに贈られるプレゼントは一体何なのか、それではご紹介ください。はい。いいですか？いいですよ。はい。商品は、アズールから本日ご紹介しました、新作ディゼル、うん、ディゼルリバイブのジェイドをプレゼントいたします。おー。ありがとうございます。素敵ですね。いいな。ねえ、いいな。こちらプレゼント。はい。こちらプレゼントします。プレゼントです。いや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 、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、きっとですね。そうですね。うん、ということで、今週のラッキーパネル、正解者はフォーンさん、そしてプレゼントの方は、アズールから、ジゼルのリバイブがプレゼントされます。おめでとうございます。はい、以上、今週のラッキーパネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。七福神ですか？熊じゃないですか？熊じゃない。というわけで、無事終了をするところですね。ということで、それでは皆さん、お待たせいたしました、エンディングでございます。この後です。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。竹下ジェット席。さあ、それでは早速ですけども、本日の歌丸キングを発表したいと思います。おー、待ってます、はい。もう待ちくたびれてる方もね、いらっしゃると思いますけど、非常に優秀な作品が揃っておりますので、
私も迷いに迷いましたけども、こちらの作品に行ってみようかなと思っております、はい、さあそれでは発表したいと思います。それでは行きますよ。それでは本日の歌丸キング作品からご紹介しましょう。こちらでございます。飲み会の帰りに電車で寝過ごして、戻りも寝過ごし、スタート地点に。テンポイントさんおめでとうございます。おめでとうございます。テンポイントさん、車掌さん、おめでとう。テンポイントさんが車掌さんになったっ、ね、俺じゃないと思うけど、って俺でした。おーって おめでとうございます。あれでした。おめでとうございます。情景が目に浮かぶようでした。スタート地点に戻ってね。はい、ということで、テンポイントさんには素敵なプレゼントといたしまして、心さんから現生500輪廻をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。あれ聞いてないわ。え、何聞いてないわよ、まあ、僕が出す。ちょっと待って。そんな慌ただしく慌てなくてもいい。またまた。さあ、というわけでですね、目指せ歌丸2回目になりましたけども、もうすでに、銀のマンカップをどんどん貯めてる方もいらっしゃると思います。5つ、集めると、金のマンカップになりますので、ぜひ、ね、どんどん貯めていっていただきたいなと思っております。最終的に銀のマンカップがこう、なんか、たくさんになると、なんか、こう、なんかすごいことになるとか、そういう感じにもしたいですね。ああ、はい。そうですね。ということで、まあ去年ね、そして一昨年と、マトは銀のマンカップ出さなすぎだという反動で、あ、なるほど、2012年は大盤振る舞いをしました。あ、いいね。はい、ということで、ありがとうございます。今日クリオネさんいかがでしたか。楽しくやらせていただきましたよ。良かったですね。はい、良かったですよ。良かったです。もうその豆外していいんじゃないですか。はい、いや、今からやるんですよ、ね。あ、これをやるんですか。今装着したんですか。あ、なるほどね。はい。ココさんいかがだったでしょうか。あ、楽しかったです。皆さん作品素晴らしかったですよ。ね、本当に。ね、でびっくりですよ。勉強になっちゃう。はい。皆さんの作品お待ちしてますので、はい、応募してください。というわけで、この後多分。豆まきを見ながらエンディングになっていくと思うので、この辺で締めたいと思います。当たったらごめんなさい、お豆。本日は皆さんありがとうございました。それではまた次回、竹下ジェット席でお会いしましょう。というわけでお相手私マトと、まずはこの方です。銀色の方。はい、クリです。ありがとうございました。心です。ありがとうございました。それでは皆さん、お会いしましょう。 Thank you for boarding and season journey. バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。さあ、負け。はい、また。激しさに揺られて、恋は
1, 2, 3 バンコールがきらめく